マンスリーボートレース杯争奪戦は今村信孝選手の優勝で幕を閉じましたそれではお待たせいたしました優勝いたしました今村信孝選手がこの会場に到着されていますどうぞ皆様の大きな拍手でお迎えください優勝しました福岡の今村信孝選手ですお願いします今村選手優勝おめでとうございますありがとうございます まずは、ですね少し今のお気持ちを伺ってもよろしいでしょうか。まずはそうですね、まあ、ちょっと放手してますね。は12レースまで1号艇での優勝戦を迎えるにあたってどんなふうに過ごしてらしたんですかうん、まあ、あれからですね、はい、ちょっと乗って、はいまあ、ちょっと回転が足りないかなとは思ったんですけど。はい まあもうこのまま行こうと思いましたね。はい。で、はい、もうあとは何もしてなかったです。はい。はい、さあ今回はそのまま一号艇でピットマダレもよく普通にインをしっかりとあそうねあのピットマダレがね、はい、あの、はい、前行きすぎてちょっとキャベりましたね。少し半分ぐらい遅れたんですけど。実はそうだったんですね。なんとか入れたんで。しかしインに座ったからにはスタートの方はご自身ではいかがでしたか。 うーん一定身ぐらいはいたつもりなんですけど、はい、コンマ08あたりといったところでしたが<ー>ソロの3人が揃ったスタートでした隣の2号艇の影は見えてましたかあ見えてましたね、はいはい、落としたかったんですけど落とせなかったですねしかし結果的にはぴしゃりというスタートになりました、ねはいはい、その後1マーク逃げるときは何を考えてらしたんですか そうですね。あの刺されないようにと思って大事に回ったんですけどね。はいはい、もう回ってみればインニケ成功でしたね。そうですね。足は良かったですね。はい。はい、この4日間を振り返って実際その足ですとか水面との相性をどんな風に考えていらっしゃいましたか。う,ん、うん。あの足はあの純油からあの、はい、しっかりなったんで、はい、今日も行けるんじゃないかとは思ってたんですけど。はい。 それはやっぱり徐々に調整が実ったんでしょうかそ,そんな感じですねはい。ちょこちょこ叩いたんですけどねはい。そして徐々に暖かくなってきたのも今村選手にとっては良かったんでしょうかいやあんまりあったかくならん方が良かったですけああ実はそうだったんですね、はいはい、今日はお客さんにとってはね絶好のレース観戦日和で皆さん気持ち良さそうにさっきのウィーニングラーラムも声かけてらっしゃいましたねはい笑顔た,たくさん見えましたかはい、はい さあ、それでは本当に徳山は好愛勝でこれで5連続優勝となりました。今後もぜひ6優勝、7優勝と目指していきたいですね。そうでありたいですね。はい、はい、もう徳山さんにはもう、えー、お世話になっているので、えー、もう本当愛勝がいいですね。はい、はい、嬉しいことばっかりです。はい。そして実は今年年越しレースで1月2日に若松で優勝を飾っていらっしゃいまして、はい、これが全国24条で今年最初の優勝戦だったんですが、はい。はい ね、優勝一番乗りっていうのも気持ちいいものですよね。そうですね。良かったですね。はい、はい。そしてこの徳山での優勝で早くも今年2回目の優勝となりました。はい。今年は、えー、はい。そうですね。頑張りたいですね。まだまだはい。あといくつぐらい優勝狙いましょうか。<laughs> えー、気が早いですか <laughs>、はい。ですね。はい。ももしよかったら今年2017年の目標ですとか抱負を教えてください。 えー、そうですねあの、優勝いっぱいして、えー、あの再来年,来年のソリハイいきたいですね、はい、頑,張り頑張りたいです。それでは、最後にファンの皆さんがたくさん残ってくださってますので、ファンの方々にも一言メッセージを最後まであの残っていただいて、ありがとうございます、えー、これからも一生懸命頑張りますんで、声援のほどよろしくお願いしますおめでとうございます。 それでは改めましてここで優勝いたしました今村信孝選手の優勝選手表彰を行いますでは今村選手そのままでお待ちくださいさあ壇上にはプレゼンターの方に登場していただきました優勝いたしました今村信孝選手には JLC のコメンテーター日村健一様よりトロフィーが授与されます 日村様ありがとうございましたそしてお待たせいたしました昨日今日と予想会でも日村さんと共に活躍していただきました元岡山支部のボートレーサー最多勝記録の保持者でいらっしゃいます北原智嗣様です副賞が北原智嗣様より授与されました北原様どうもありがとうございました それでは一旦元の真ん中の位置にお進みいただきましてここで今村選手の表彰式を一旦終了させていただきますそしてこれから優勝した今村選手の写真撮影を行いますよかったらファンの方もご希望の方は前の方でお写真をお撮りください今トロフィーを手にしていただいていますのでこの融資をぜひ収めていただきましょう いつものサムズアップ、よくねスポーツ新聞や JLC の画面でも皆さんご覧になってらっしゃるんじゃないでしょうか、いつもの定番のポーズ、プレゼントしていただきました、それでは今村選手、これから来年のクラシックに向けて、まだまだ優勝を量産してくださると思います、ぜひ皆さんからの激励の大きな拍手でお見送りください、優勝しました今村信孝選手の退場です。後節は誠におめでとうございました どうもありがとうございました。皆様、温かいご声援、誠にありがとうございました。今シリーズのマンスリーボートレース杯争奪戦は、今村信孝選手が人気に応えての優勝ゴールとなりました。